オールタイムローはアメリカ合衆国メリーランド州ボルチモア出身のポップパンクバンドである。グリーンデイやブリンク182からの影響が感じられる典型的な青春ポップパンクであるが、その飛び切りキャッチーなメロディー、高いパフォーマンス性、端正なルックス等に全米から注目が集まり、インディーズアーティストながら着実にファンを増やしていった。2010年から2年間は、 メジャーレーベルのインタースコープレコードで活動していたが、2012年に、再び、インディーズレーベルのホープレスレコードに戻った。2003年に、高校生だった、アレックスガスカースとジャック・バラカットを中心に結成。バンド名は、ニューファウンド・グローリーのヘッド・オン・コリジョンという、楽曲の歌詞から取り、オールタイム・ローと名付けられた。結成時は、主にブリンク180人のカバーを行っていた。 バンド結成当初は全員が高校生のため移動に長期間を要する大規模なライブは学校が休みの期間に行われていた。2004年10月1日に地元インディーズのエメラルドムーンレコーズからファースト EP The Three Words to Remember in the Ling with the End でデビュー。2005年7月19日、ファーストアルバム The Party Scene をリリースした。2006年に 大手インディーズのホープレスレコードに移籍し、同年7月25日に、セカンド EP、プット、アップオアシャットアップをリリース。インディーズアルバムチャートにて20位を記録した。シカゴでのライブ2007年9月25日に、セカンドアルバム、ソロング、イッツ・ライトをリリースし、全米アルバムチャートにて62位を記録。全世界で30万枚以上を売り上げている。 このアルバムからのセカンドシングル、Dear Maria カウントメインは、彼らの地元のストリッパーについて書かれた曲で、曲名にもあるマリアはそのストリッパーの名前である。全米ポップシングルチャートにて、最高86位を記録し、ライブの最後の曲として締めくくられるなど、彼らの代表曲でもある。その後も彼らの人気は上がり続け、 アメリカ最大のロック専門雑誌、オルタナティブプレスのバンド・オブ・ザ・イヤー2008に選出された。ジャックとザック2009年5月に初来日を果たす。2009年7月7日、サードアルバム、ナッシング・パーソナルをリリース。全米アルバムチャートにて初登場4位を記録した。このアルバムは、マット・スクワイアや、ブッチ・ウォーカーら大物プロデューサーを複数起用した、大作となっている。 このアルバムからのファーストシングルは、ウェイトレース。2009年10月から12月までは、ヘッドライナーとして、ウィーザ・キングスやヘイマンデーなどと共に、大規模な全米ツアー、ザ・グラマー・キルズツアーも行っている。2009年11月、メジャーレーベルのインタースコープレコードと、すでに契約を交わしていたことを発表した。2010年公開の映画、アリス・イン・ワンダーランドの、 サウンドトラック、Almost Alice に、Painting Flowers という楽曲を提供している。2010年2月1日、アコースティックミニライブアルバム、MTV Unplugged をリリース。日本版は2009年12月23日、先行リリース。2010年5月25日、フルライブアルバム、Straight to DVD をリリース。8月には、サマーソニックに出演するため、来日した。 2010年12月9日に期間限定で初となるクリスマス曲メリークリスマスキスマイアスを公式サイトにて無料配信された2011年6月7日通算4枚となるメジャーデビューアルバムダーティーワークをリリース全米アルバムチャート初登場6位を記録プロデューサーには前作のアルバムを担当したマットスクワイやブッチウォーカーは変わらず 複数での制作となった。またこのアルバムからのファーストシングル、I Feel Like Dancing は、ウィーザーのフロントマン、リバースクオモとの共作であり、よりポップな曲調となっている。2011年9月に3度目となる来日公演を行い、10月には、新曲のレコーディングがアナウンスされた。約半年という早い間隔の2012年3月31日。 4月1日とパンクスプリングで4度目の来日を果たす。2012年5月、インタースコープレコードから離れることを発表。6月1日に新曲、ザレックレスザブレイブを公式サイトにて無料配信された。2012年7月3日、バンドは再びフルスホープレスレコードとサインを交わした。2012年のワープドツアーをヘッドライナーで終えたバンドは、 10月9日に、フィフスアルバムをリリースすることを発表。2012年8月24日、ニューアルバムからのファーストシングル、ホー・ボルティモアを、オルタナティブプレスのホームページ上にて発表。2012年10月7日、バンドは、公演自敗を皮切りに、東京、ロンドン、ニューヨークを3日で回る、ワールドトリプタキアラーが開催された。これは、 新作を控えたスペシャルライブツアーであり、チケットは発売から1分で即完売となった。前作から1年4ヶ月という短い期間を経て、2012年10月9日に、フィフスアルバム、ドンとパニックがリリースされた。全米アルバムチャート初登場6位を記録。今作では、前作、前々作と数曲においてタッグを組んだ。 マイク・グリーンを単独起用した作品となっている。2013年3月、6度目の来日。今回は4年ぶりとなる、東名阪でのツアーを行った。2013年10月1日に、Don't Panic, It's Longer Now をリリース。このアルバムは、Don't Panic に新曲を追加させたリシュー集版で、全世界で1万5000枚しかリリースされない、限定版である。 全米アルバムチャート初登場19位を記録。2013年10月27日、ツアークルーの中でも中心的な存在で、バンドのバックコーラスも務めていたマットがクルーを脱退することを発表した。友好的な別れであり、ツアークルーを務めていた期間は7年と74日であった。2015年4月8日、シックススアルバムフューチャーハーツをリリース。 2015年8月15日16日、ロックフェスティバル、サマーソニック出演。2016年、ツアー、ワン1 0ンドマイルズツアー2016の一組として、ワノクロック、ペリスと共に1月30.31日東京、2月2日大阪、3日名古屋に出演。2016年8月27日、アルバム、フューチャーハーツにおけるヨーロッパアリーナツアーのうち、 ウェンブリーアリーナの公演をライブ CD、DVD バッケージにしたストレート 2DVD2 パスト、プレゼントフューチャーハーツをリリース。2017年6月2日、セブンスアルバムラストヤングレネゲードをリリース。アレックスがスカース、ジャック・バラカット・ザック・メリック・ライアン・ドーソン。ありがとうございます。